お晩です。ありがとうございます。お晩でございます。アントニオさんです。はい、今日スペシャルゲストお迎えさせていただきまして、コンチェルトムーンのシンガーの芳賀渉さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日なんですけど、コンチェルトムーンのちょっとツアーの前で、リハをなさってる時にちょっとお邪魔させていただきまして、そのリハ終わりで本当にお疲れの中ありがとうございます。本当申し訳ないです。ありがとうございます。本当志麻さんにもいろいろと取り計らっていただいて、本当これ実現しました。本当メンバーの皆さんにも感謝させていただきました。ありがとうございます。芳賀さんの YouTube チャンネル見させていただいて、ありがとうございます。はい、すごい素晴らしいチャンネルだなって私個人的に思ってるんですよ。本当にいろんな方に見てほしいなと思ってて、あ、これ宣伝するの私だなと勝手にちょっとこう使命感を持って、はい、今日お願いさせていただきました。すいません。バンドの裏側とか、そのリハどうやってんのとか、そのレコーディングどうやってんのっていうのをやっぱ私たち見れないんですよね。そこを芳賀さんがコンチェルトムーン加入されてから、そのコンチェルトムーンの様子を流していただいてるっていうので、私の友達のファンとかが芳賀さんの動画を本当に喜んで見てるんですよ。はい、特に志麻さんのレコーディング中にご指示されてる姿、はい、イメージとやっぱ違うって言ったら怒られるかもしれないですけど、すごく優しい、本当に丁寧にこう指示なされてアルバム作ってらっしゃって、芳賀さんの歌に対してもとことんやってあげるよってことをおっしゃってくださってるじゃないですか。ああ、そうですね。ああいうのを見てて、志麻さんって本当にこう音楽と向き合って、なおかつこの若い方にもこう本当に真摯に向き合って育ててらっしゃるんだなっていうのが本当よくわかるっていう、その声を聞くんですよ、見てる方が。ああ、そういうのをやっぱいろんな方に見ていただければなというので、やっぱ芳賀さんのチャンネルもっと押したいという個人的な願いです。はい、それだとコンチェルトムーンご加入になって、はい、で私ばっか話申し訳ないですけど、ちょっと古いファンなんですよね。あ、でそれコンチェルトムーンを聞くのを止めてたんですよね、初代の尾崎さん辞められてから、はい、でそれで芳賀さんが加入なされたのを知って、チェンジマイハートの PV を見させていただいた時に、もう一回聞かなきゃと思ったんですよね。芳賀さんの声がこう初めて聞いた時に、志麻さんとこうセットでピタッと合うシンガーさんだなって初めて思ったんですよ。やっぱギタリストなんで、はい、ボーカリストすごい気になるんですよね、やっぱり。それでやっぱボーカリストさんのことを私もチェックするの好きなんですけど、やっぱギタリストとボーカリストってこうセットで私はどうしよう考えちゃうんですよね、はい、その時に今まで の, そのコンチェルトムーンのシンガーさん、確かに皆さんかっこいいしすごい方ばっかなんですけど、やっぱどっちかっていうとここが目立つなっていう印象だったんですよ。個人の実力がすごいだけど、その志麻さんとのこう一体感をこう初めてなんですか、こうセットになった方だなっていう印象を受けて、そっからまたコンチェルトムーン聞かなきゃと思ったんですよ。本当なんですよ。それは嬉しいですね。はい、それで不思議なことに、だから芳賀さんを聴いて、ウロボロスを聴いて、また過去に戻って曲聴いてたんですけど、芳賀さんの歌を聴いてから過去の曲聴くと意外とこうスッと入るんですよ。なんか不思議と、はい、うん、だそれでなんか不思議な方だなっていう、私の中ですごい印象があってあ、これちょっとぜひお話伺いたいなっていう。ああ、ありがとうございます。はい、すいません、長々と。芳賀さんのことをやっぱもっとたくさんの方にやっぱ知っていただきたいって思いまして、はい、芳賀さんの経歴とか、はい、意外と知らない方結構いらっしゃると思うんですよ。それで過去のバンドとか、はい、どういうので歌ってきたのとか、はい、そういうのをちょっと今日教えていただけたらなと。はい、はい、よろしくお願いします。はい、歌い始めたきっかけっていうんですか、なんでこうボーカリストになろうって。はい、それはですね、一番最初は僕ずっと野球をやってまして、で一応ずっと野球で、ご飯を食べていきたいと思ってたんですけど、はい、怪我でできなくなってしまって、で、まあ、やりたいこと何かっていうのを探している中で、僕ビーズのファン で, あで、まあ、もちろん中学校からずっと聞いてて、はい、まあ、稲葉さん松本さんも好きなんですけど、はい、シェーン・ガラースというソフトドラマで、はいはい、まあ、叩いてた人に憧れて、はい、プロのドラマーになろうと思って。あ、だからドラムの動画出されてるんですか。あ、そうなんですね。なるほど。
ってなってて、はい、でそこで叩いてたんですけど、その野球で怪我をしたところがずっと叩いてるとちょっと痛くなってくるので、あ、はい、まあ、たまに叩くのだったら大丈夫なんですけど、なので、あ、ちょっとドラマこのハンデがあってプロになるのちょっと難しいのかなっていうのを考えた時に、あ、じゃあボーカルでちょっとやってみようっていうのがきっかけですか。それで歌に、まあ、転向しようと、はい、なさった時にやっぱ参考になされたのはやっぱ稲葉さん。稲葉歌に関してはあんまり稲葉さんを感じないと思うんですよ、僕の歌声から。だから歌に関して言うと、あのストライパーのマイケル・スイートの影響が一番大きくて、 あとはそのデビッド・カバーデールとかロバート・プラントとかロブ・ハルフォード、あとそのイングベイと一緒にやった人で言うなら、はい、ジョーリン・ターナーとか、あー、ジェフ・スコット・ソート、はい、マーク・ボールズとかから少しずつ影響を受けてるっていう感じです。で、そのすみません、私もビーズ大好きなんで。ああ、そうです。はい、その具体的にいつぐらいのビーズですか。僕一番最初に買ったのは、あの中学校の時にギリギリチョップの8センチのシングルだったんですけど、はい、でライブに初めて行ったのが、でも2009年8年のアクションのツアーから行ったんですけど、でもアルバムで一番好きなのはモンスターですね。なるほど。結構最近の。そうですね。私はちょっとその前ですね。ああ、はい、前の曲も僕も好きなんですけど、はい、そのギギーチョップもあれですね、シングルだとビリー・シーンが弾いてるやつじゃないやつですよね、確か。そうですね、普通のバージョン。そうですよね、バージョン51の方も好きなんですけど、はい、買ったのは違います、普通のやつです。で、はい、そこからバンド活動をなさるって。そうですね。どのように始められたんですか。最初は、一番最初にステージに立ったのが、そのネットで募集してたボーカル募集のところに、応募して、はい、でそこでバンドを作って、2013年に初めてシンガーとしてステージに立ったんですけど、はい、でそこで1年ぐらいライブ活動をしたんですけど、そのバンドで。で結局音源作る前にギタリストが脱退して、で音源作らずに、まあ、解散してしまったっていう感じですね。でその次に2014年です、その次の年にバルザスというバンドで、に加入しまして、はい、そこから、4年ぐらいバルザスで歌ってまして、3枚音源を発売しまして、でそのうちの1枚目のツアーの時にコンチェルトムーンの、皆さんにゲストで出ていただいて、そこで、音源を渡してたのがきっかけで2018年にコンチェルトムーンに加入するっていう流れですね。その島さんがそのデモテープ聞いたってなんか雑誌とかでおっしゃってましたよね。あ、はい、じゃあその志麻さんがそのシンガー探されてる時にはそのバルザスっていうバンドにはいらしてたんですか。はい、いました。加入されてたんですか。はい、じゃあコンチェルトムーンに加入するとなってそっちは辞められた、ですね、今でもなさってる。去年じゃなかったかな、一昨年ですね、一昨年に、はい、並行してウロボロスのツアーが終わるぐらいまでは並行してやってたんですけど、でバルザスの方はちょっとギタリストが抜けて、で新しいギタリストを見つけて、でキーボーディストが抜けて、で最後ベーシストが病気で倒れてしまって、で活動休止になって2020年からはコンチェルトムーン一本という感じです。ありがとうございます。どの辺で活動されてたんですか。どの辺、一応バルザスの時はその主に東米半ぐらいのツアーしかできなかったですね、規模としては。アルバム3枚出されてる。そうですね、ミニアルバムとマキシシングルとフルアルバムの3枚。でそれで志麻さんから声がかかって、はい、まあ、コンチェルトムーン加入になったと。その時の何ですか、志麻さんがどうやってこうアプローチされてきたのかっていう、なんか裏話がありますか。で一番最初にそのコンタクトがあったのが、その共通のレーベルの方がいて、その方から僕電話かかってきて、で、まあ、世間話をしてって、その方と。でコンチェルトムーンがボーカル
を募集してるっていうのを知らなかったんですよ。久手さんがずっといるもんだと思ってて、はい、でコンチェルトムーンがボーカル募集してるんだよね今みたいな話をそのレーベルの方から聞いて、ああそうなんですね、まあでも結構すぐ集まりそうですよねすごい人がみたいな話をしてて、でいやどうみたいな感じで言われて、えどういうことですかってなって、なんか志麻さんがちょっと興味あるか聞いてほしいっていうふうに言ってたんだけどっていうのが一番最初のコンタクトですね。さっきあの、まあ、イングベ・マルムシンのシンガーさん何人か影響を受けたって名前をくださったんですけど、はい、その中でも誰がいいんですか。一番はジョーリン・ターナーですかね。あ、ジョーリンさん、はい、なんかあの羽賀さんのその声の質とはちょっとジョーって違いますよね。違いますね。どっちかって言ったらあのマーク・ボールさんよりの方でイングベファンとしてはちょっと見られないかなっていうタイプの方だと思うんですけど、まあ、そう言っていただけたら嬉しいんですけど、多分本当に声質だけだったら、はい、あのヨラン・エドマンの方が近いかなっていうのは、ね、そうですね思いますね。はい、そうですね。で歌い回しとかはやっぱジョーリン・ターナーが好きっていう、声質はヨラン・エドマン好きなんですけど。好きなアルバムありますか。オデッセイが好きです。あ、上輪ですね。そうですね。あの、ドリーミングが好きですね、曲では。今度ちょっと歌ってほしいですね、あの動画の機会機会があればちょっとカバーとかしたいなと思います。ありがとうございます。あの、羽賀さんのパーソナルなことをちょっともうちょっと聞いてくださいっていう要望が実は来てまして。全然、はい、はい、大丈夫です。筋トレに関しても、はい、あの私も筋トレする身なん でその動画とかでもやってらっしゃるところこの前出してらっしゃいましたけど、はい、私が見た感じでも、まあ、ちょっと上から見せみたいな感じで申し訳ないんですけど、かなりやってますね。かなり、やっぱりそんな、あの姿勢がやっぱ違います。うん、あのなんですか、普通にこうジムに行って、あちょっとやっとうかなっていうや感じでやってる人の筋トレとはやっぱ違いますよね。あ、ちゃんとこう引くとこう引いてるし、こう胸張ってちゃんと背中にこう引かして、ラットプルとかそうでしたけど、あ、うん、っていうので、あ、これやってるなというところを、あの他にも私の仲間で筋トレ好きな方がいて、やっぱ羽賀さんやってるよねっていうのを言ってるんですよ。あ、 そう、そういう面でちょっとこれも聞いてくださいっていうリクエストがあって、あ、はい、うん、ちょっと聞かせていただきたいんですけど、その筋トレを始めたきっかけ、始めたきっかけは、はい、さっきあの野球ずっとやってたんですけど、あ、はい、あの、まあ、競技能力を向上させるために、ジムとかに行き出したのが、まあ、筋トレのきっかけで、はい、で今はそれが、まあ、競技というよりはもうパフォーマンスのためにっていう方になってるっていう感じですね。きっかけはだから野球をのパフォーマンスを上げるため。じゃあ元々若い頃からもずっとなさってて、それが今でも続いてる。そうですね、じゃあ感じです、はい、すごいですもんね、こう今からこう見たらこの胸のこのできてる感じやっぱりなさってる方だなって。じゃあそのトレーニングの仕方は何か決めてらっしゃることあるんですか。よくその筋トレするだったら腕の日、胸の日、足の日とかって言うんですか。あ、はい、僕は基本的にあのプッシュデーとプルデーだけに分けてて、足はあの走るだけ、あとは肩はその両方のプッシュデーでもやるし、のプルデーでもやるしみたいな。あ、そういうことだったんですね。いや、この前動画見させていただいて、はい、いや、いろんなとこやってるんじゃないですか。はい、うん、どういうふうに分けてらっしゃるのかなってずっと気になったんですけど、あ、引くか押すかっていう。あ、そうです。で、引く日にちょうど2度もちょっとやったり、で、押す日に3度もちょっと。で、週何回くらいですか。そんな週3回ぐらい。週3度。いや、でも結構行ってる方ですね。そうですね。やってる方ですね。食事は気をつけてますか。はい、なんか食事はそんなに、はい、気をつけてないんですけど、あの水をたくさん飲むことは意識的にしてまして、代謝上げるためです。そうですね。あとは、はい、その声帯に水分がいかないとちょっと枯れてしまったりとか、はい、コンディションが悪くなるので、それのために飲んでるっていうのが一番大きい理由ですね。あと揚げ物とかもあんまり普段食べないかな、辛いものとか。その脂質を抑えるっていうことよりも、その辛いものっていうのは喉に関してって感じですか。そうですね。なんか、まあ、好きな食べ物で辛いものもたまにあるんで、それを食べる時もあるんですけど、歌の前後は取らないようにするとかで、脂質もなんかオリーブオイルとかココナッツオイルとか、アボカドのオイルとか、ああいうのは取るんですけど、できるだけその揚げ物とかは
まあ、たまにとかですね。プロテイン飲んでらっしゃいます？プロテインもあんまり、ジムの後に、まあ、形式的に飲むっていう感じなんですけど、あとは、できるだけ肉とか魚で取りたいとは思ってます。私一緒ですね。あ、本当ですか？私もプロテインやめたんです、実は。あ、そうなんですか。半年ぐらい前に。確かにその高いプロテイン飲んだ時期があって、はい、その時はやっぱり変化あるんですよ。だけどこれを継続して飲み続けようと思って乱高下げたんですよ。あやっぱりそのお金の面の問題もあって、そしたらそんな変わんないなと、うん、普通に食事とってタンパク質重視で脂質を抑えてっていう食事に変えて、うん、トレーニングしてた方が反応がいいんですよね。それでプロテインを全部やめちゃって、で、トレーニング中に BCAA 飲む程度BCAA にしたんですよ、はい、それからですね、ここら辺発達してた。へー、はい、私情報なんですけど、はいはい、そのプロテインのメーカーどこですか？プロテインはオプチマムニュートレーションのゴールドスタンダードです。茶色黒いやつですよね。あ、そうです、そうです、そうですよね、そうですよね。すげー、ありがとうございます。マニアックな質問。そうですね多分これ見てる人わかんないかもしれないまあ筋トレあるあるでね、はい、筋トレ YouTuber さんの動画見ていただければこれ分かりますから、あ、こういうことかってありがとうございます。いい、このコンチェルトムーンのツアーがねこれから始まって、はい、ね、本当にコロナ禍でツアーをするっていう、ね、本当にすごいご決断で、そう、私本当に良かったなと思いますね。やっぱやんなきゃ、ね、もうこうですからね、そうですね、業界的にもね、はいはい、そのなんか意気込み等々、意気込みあれがちょっと、ね、はい、ツアーの告知もありますので、はい、まあ、僕が、まあ、ウロボロスでコンチェルトムーンのツアーを経験してるんですけど、まあ、今回レインファイアは僕が入って最初のオリジナルアルバムということ で、はい、まあ、今のフロントマンはこうだぜっていうところを見せられるようなツアーにしたいなっていうのと、あとは、まあ、その期間が結構空いてしまったので、その分その待たせた分いいパフォーマンスとして、まあ、こういう、まあ、以前とは違う形式ですけど来ていただいた方に、楽しんでもらえるような時間というか空間を提供できたらなと思ってます、はい、ありがとうございます。で、私ら茨城なんですけど、はい、本当に茨城来ていただいて、あ、本当にもう嬉しく思ってます本当、はい、もう彦さんもチケット買いましたし、私も買ってますし、あとで買ってますけどちゃんと買っていかせていただきます、はい、ぜひ他にもね、地方今回北の方が中心ですよね。そうですね、第1弾は一応そういう形になります。仙台福岡ですね。じゃあこの後もあるってことですね。まだ発表されてないんですけど、発表されてないんですけど予定は伝えてるってことですね、はい、だから今回その地域になってないところでもし後半あったら、はい、ね、チケット買っていただいて、この時期だからこそぜひ購入していただいて感染対策しっかりして、そうですね、来ていただければ、はいはい、活性化につながる、はい、ありがとうございます。あと YouTube の動画でなんか推しポイントとかないですか？さっき言っちゃったんですけど、まあ、さっきアントニオさんが言ってくださったことが、まあ、僕が、はい、そう受け取ってほしかったことでもあったんですけど、あ、まあ、それこそB'z の、DVD で、はい、オフリミッツとか、 なんかその制作風景とか映ったりするじゃないですか、はい、で、ああいうようなのを、まあ、YouTube でもっと、まあ、自分で撮ってとか気軽な形で身近な形で感じてもらえたらもっと興味持ってもらえると思うので、はい、そこをちょっと、まあ、押していきたいなっていうふうには考えています。はい、今後ともそれよろしくお願いします。私も何回も見てますレコーディングのやつとさっきこのリハーサルのやつと、 ありがとうございます。で、この前ちょっと島さんにあれどういうふうに撮影してるんですかって聞いたんですよ。 あれ隠し撮りやねんって言ってたんですけど、逆に私らからしたらそういうオフの島さんっていうんですか、やっぱステージ上でやってこうなんてこう前に前にっていうような感じの島さんしか私は知らないんで、はい、本当にああいうお姿のああいう様子の島さん見れて本当に皆さん喜んでらっしゃるから、私も嬉しいんで、ぜひ今後それも隠し撮りって言われながらも、はい、ぜひ続けていただけたら、ちょっと頻度を上げれるように頑張ります、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで本当すみません、リハーサルの終わったところとお疲れのところなんで、いえいえ、はい、全然大丈夫。本当今日はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。茨城で今度またお待ちしてます。あ、そうですね、6月19日ですね、はい、はい、ぜひお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。